でなんか僕マネップが苦手で、あ、そうなの、変な話なんですけど、はあ、マネップって難しいんですか、むずい、わかる、すごいわかる、僕、ずっとフィン型でやってたんで、はいはい、コントロールできない感じがするんですよ、すごいわかる、そうなんですよ、なのに優勝しちゃった、そうなんですよ、いやでもセンターは、うん、やっぱセンターショットは結構コントロールしやすいが、自分で操作しなきゃいけないパターンなんで、自分の感覚をこう出しやすいんですけど、はいはい、やっぱこういう感じのネックとか、まあ、あと今クランクネックのこう大型マレットみたいによくあるじゃないですか、はいはいはい、マジで苦手でもやっぱりこうピン型だけ使ってもいいんですけど、なんかこう状況とか試合によっては、まあ、あんまりこううまくいかないシュートとかもあるんで、そういう時にいろんな道具使えた方がいいかなっていろいろ練習してるんですけど、クロスハンドはなんか昔からこういうふうに練習でたまにやってるんですけど、はいはい、試合ではまだ1回も使ってないっていう、あ、そうです怖いもんね、怖いですね、怖いですけど、でも意外と練習で打つには結構いいんですよ、無意識にバランスを調整してるのかもしれないかもしれないですね、結構この無意識がたまにこういうのが入るとちょっと刺激になって、そうですね、まあ、やっぱエースでもっとなんかいいパットするのにたまにこういうのやるといいんですよ、ね、ネオマレットとかそういう系はもうあんまり好きじゃないですか、そうですね、使ったことはあるんですけどなんかいまいちですね、 L 字マレットとか L 字タイプ、 L 字系もなんか難しいですね、引っかかっちゃうんですよ、引っかかるイメージはかといってなんか大型だとこう完成モーメントが大きすぎてまっすぐまっすぐにこう引かなきゃこう出さなきゃいけないって感じがして、フォローで結構こうフェースがこう上向いてきちゃうん で、 でなんかピン型に戻った時にこう調子悪くなっちゃう、なるほど、マレット結構試合でこれは1日だけ使いましたけど、あんま僕マレットも試合で使ったのはもう記憶にないぐらい前なので、今年のこのパターは結構いいですね、まだいいですね、ちなみに1日の練習時間ってどんな感じな、そうですね、本当に試合が なくて練習できる日はまあ本当午前中からゴルジョいつも一緒に家の近くの道場で練習させてもらってるんですけど、うん、そこに行って、まあ、練習場で球を打って、うん、でお昼食べてパター練習してでラウンドハーフだけ回ったりとか、まあ、しなかったらもうずっとパターの練習を、まあ、2,3 時間やってでまたショットやってみたいな感じですけど、うん、まあ、ずっと1日中50にいる感じなんですけど、うん、やっぱりでも昔よりパターンの練習する時間が増えたっていうのはありますね、うん、それをやってから結構ゴルフも変わってきた感じがします、確かにこうパターンの練習をあんまりしないっていうね、うん、なんかちょっと怪しい人が入ってますけど、大丈夫ですか、怪しい人が入ってます、あ、こんにちは、あ、親プロじゃないですか、いやいやいや、誰か入ってくる前に分かったんですか、そのプロじゃないですか、あの、ぜひそちらそっちに映っていただいて、やだよ、ちょっとなんか教えてください、いやいや、やめてよあれ、嫌なやつだな、いやいやいや、やだね、やっぱ賞金稼ぐと、いや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 、私はすごいいいやつだ、いやいやいや、何も変わってないです確かに昔はいいやつだ、変わんないよ、礼儀正しい人
いやいや、昔からね。え、もうずっと撮ってる？いや、最初にちょっと軽くインタビュー的な感じでやらせてもらって一回戻ってきて、あ、そういえばと思って、時間あったんで邪魔にならないというふうに。そうだね、嫌がるからね。いや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 、優秀怖いから。前回でも撮影あったんで、うん、今日ないかと思ってたんですよ。ああ、急にで油断してこの格好に来て、あるんかいと思って。で、金だから、ね、ああ、カロチでよかったです。ナイキじゃないよかったです。でも下はちゃんとユニクロ入ってるって。ああ、そうなんですよ。よく分かったですね。そう、同じ、いや、同じパンツ持ってる。あ、そうなの、うん、家にいるそのままの格好で、じゃあ行くかって言って来ちゃったんで。俺はちょっとそういうとこいいっすよ。いいっすね。日本プロ出れないんだね。そうなんですよ。資格ないんだ。優勝しかなかったですね。そうなんだ。だからもうそれ目指して福島やってたんですけど。あ、そう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 。そう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 。出たかったっすね。ね。あそこのダボボギーボギーが痛かったもん。いや、間違いないですね。でもそこからのイーグルバーディーパーバーディーすごい。鬼の顔バックしてますね。本当に。寝違いでもうショットがめちゃくちゃだったんですよ。で、まあ。タイさんにわざわざ来てもらうぐらいひどかったんで調整しきれなくて。まあね、え、あ、ずっと痛かったの？2日目やって、で、3日目からもう結構やったのが固まってきて、だいぶ狙ったところに球が届かなくなってきて、もう最初、まあ、3日目もよく、まあ、アンダーでも、カロチアンダーで回れたなぐらいの感じでひどかったんで。でも3日目ってノーボギーじゃん。ノーボギー3バーディーじゃん。あ、そうですね。もう本当ひたすら耐えてた。ちょっと耐えてたよね。耐えてただけです。全然バーディー取れる匂いもしなくて、これはもうダメだと思ってて、そう、でも、まあ、もう、3日目のトップ、時松さんとの差も、途中5打ぐらいついてて、これはもうダメだと思ってたんですけど、そしたら向こうが帯打って16番で、そう、それでなんかちょっとあやが出てきて、なんか分かんない感じになって、まあ、チャンスが残ってたんですけど、実際はもう結構コンディション悪くて、まだ最終日は、まあ、ダブボギーボギーで、ついに来ちゃったかっていう感じでしたね。そういうことか。そうですね。まあ、そっから本当、そっからはすごかったですね。いや、そこはすごかったよね。そうですね。まあ、でもいつそうなっちゃっても、おかしくない感じだった。まあ、おかしくない状態だったんで、まあ、あの週はもうちょっと、ナイス要因って感じでしたね。なるほどね。どっちかというと。そこそこ、悔しいっていう、ね。そうですね。よく耐えたなっていう感じでした。なるほどね。体痛い割には。そっか、それ、裏話だよね。実はそうだったんです。まあまあ必死に、まあ優勝もあるかなぐらいの感じでしてましたけど、まあ4位だったから、まあ頑張ったかな。そうですね。もういいの？だいぶ。あ、もう全然。もう全然いいんだ。はい。まあだから、まあ実際首痛かったんで、勝ってても今週もどうなってたか分かんなかったんで、結局出れないみたいなかも分かんないですけど。そうですね。カットされてたやつ。はい。そうですね。まあなかなか難しいですよ。万全な状態で試合できるってことはないんで。今、慎吾さん1位です。あ、1位です。2位か3位。あれ、今日も途中1位です。そうですね。10アンダーで。はい。3位で、また優勝してですね。調子良かったね。ポイントランキングも1位だもんね。そうですね。あれ、2桁のポイントランクで、はい、トータルポイント2桁って、あ、そうですね。ね、3人ぐらいしかやったことないんだよね。片山慎吾さんと伊沢俊光さんと、はい、あと、誰だったの、谷原さん、違う、誰だったかな。そう。で、2002年以降ぐらいで、はい、確か5回ぐらいしかまだないかな。2桁確かに。まあでもまだ全然半ばですけど。半ばだけど。まあ、そうですね。今、僕だけ2桁で、2位の選手はもう130、チャンキム、そうですね、138とかだった、はい、なんで、結構差はついてるんですけど、そうですね、まあ、今、うちはね、日本で一番ゴルフの上手い人いや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 、いやでも、ずっとこう続けるのはやっぱ難しいですね、続けるのが大変、そう、まあ、続けたいですね、うん、そうですよね、そうですよね、いや、そうなんですよ、
バンカーショットとか、はい、あそのラフのアプローチ、はい、ちょっと上げる系のアプローチとかは、はい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 、結構良くなってきた感じ。いや結構それが先週、まあ、谷先生ともちょっと喋ってたんですけど、うん、あの1週間で4台ぐらい得したんじゃないかっていう感じでアプローチで、うんうん、はい、まあ、あれを結構やってて、はい、まあまあ、実際結構ミスするときもたまにまだあるんですけど、まあ、できることも結構増えてきて、意外とやっぱこう試合でこう、まあ、ツアーのセッティングも難しいんで、うん、中でこう球止めなきゃいけないとか、上げなきゃいけないときにはすごい役に立ってるんで、うん、そうですね、まあ、ちょっとまた一個抜きできて、先週はそれもあって引き出しがだいぶ、はい、増えましたね。ただでさえ多い引き出しが、いや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 、意外と多そうで少ないって放送で意外と同じことばっかりやり続けてるっていうか、その同じことができるっていうのがまたすごいですね。そうですね、うん、みんな同じことができなくて苦しむから、まあまあ確かにそうですね。逆になんか難しいんですよね、こういろんなこと技術とかがこう入ってきて、うん、それを自分のこうものにしようと練習を一生懸命やるんですけど、うん、それができるようになったら今度こっちができなくなってるみたいなこともよくあるんで、その辺が難しいですよね、はい、ゴルフは。その辺はこう、まあ、谷先生とも、まあ、これやったことによってこれがどうなるかわからないみたいな、うん、そういうのの、まあ、こう手探りじゃないですけど、はいはい、こう研究をいろいろこうやっていろんなことを試しながらやって、まあ、やっぱりこういろんなことできて、うん、ありとあらゆる状況に対応できる方がまあいいとは思うんで考えますけど、それがなんかやっぱ難しいですね。まあ、してこう試合でこうやるっていうのがやっぱりこう、うん、緊張感の中で、まあ、勇気もいりますし、はい、プロゴルファーならではの悩みそうっす、ね、かもしれない。いや、かもしれないですね、これは、うん、これは結構難しい問題ですね。確かに、結構こう、うん、一般的にはね、こういろんな技が使えるっていうイメージでこう、はい、トーナメント見たりするけど、実は、ね、実はそうでもなかったりとか。そうですね、まあ、あと本当にその一打を打つためにみんな結構たくさん練習して、うん、本当その一打のために今長い時間かけて準備をしてたりとかするので、うん、その辺はこう、まあそうですね、何気なくまだそれをこう簡単そうにやってみせるのが、まあ、僕はこう、まあ、やらなきゃいけないことなんですけど、それが難しいですね。確かに。皆様ご視聴ありがとうございました。できれば、チャンネル登録や、いいねボタン押していただけると助かります。それから、コメントなど、いただければ、そのコメントにお答えしていこうかなと思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。